はい、どうも、こち、今回ね、ドリームダディ続きからやっていこうかなと思います。前回は、ちょっと期間空けちゃったから、曖昧に前になんだけど、とりあえず、やべ、名前も忘れてるな。これ出てくるか、でも。とりあえず、こいつの家、俺がこいつと仲良くなろうと思って、メールして、で、一緒にお菓子作りをしようみたいな感じになったのかな。おっと、これ俺だな。ジョセフの穴の頭にブラウンの種がついてる。ここにジョセフか。うん。踊れたな。お上手ですよ、ゴくんさん。さすが父親ですね。箱入りミックスの使い方をよくご存知だ。ジョセフの穴が気になって仕方がない。なあ、ジョセフ。うん、ほら、焼けましたよ。あとは販売所に運んで売るだけです。うん、クリスティを探すのを手伝ってください。キラキラポニーを見つければいいんです。ジョセフ、少しじっとしていてくれ。うん、どうかしましたか？おっと、これはドキドキワクワク？親指か。わ、まあでもまあ結構いいか。親指そっと。よし、取れたぞ。鼻の頭から種を、頭かな？種を拭い取ってやると、ジョセフが目を大きく見開く。照れているのか。うん、ありがとうございます。ちょっとこれ、汗かいてるよ。気にするな。私は指先についた種を舐め取った。うまい。舐め取るな。まあまあ、でもまあ、カップルって考えればなくはねえよな。そういう状況もな。そんなこの関係性で舐めるな。僕たち、クリスティを探しに行くんだろ。あ、こっちはあんまりあれなのか。もう普通、あれだ、当たり前なんだ、こっちにとっては。うん。当たり前じゃないぞ、ゴくん。そうでした。行きましょう、ゴくんさん。落ち着きを取り戻した。そんなに遠くには行ってないでしょう。デルタ、配置についてくれ。僕は君の6時方向を見張る。意味が分かっているのか。いや。アルファ単語キラキラチーム、了解。ジョセフは廊下を歩きながら私に呼びかけ、俺に呼びかけてんの。クリスティを探してきます。その間にブラウニーと僕が先に焼いておいたお菓子を車に運んで、そこで待っていてください。お、すごい。その販売会みたいなことすんの？ジョセフとクリスティ、私が教会の駐車場に着くと、すでに折りたたみテーブルやテントが広げられていた。焼き菓子販売会はなかなかの盛況ぶりだ。ああ、売るんだ、すげえな。お前、おや、今日は大盛況です。大盛況ですね。これで大盛況なのか。周りには数人しか見当たらない。これで大盛、あれ、なんだっけ、大盛況だっけ。やべ、忘れちゃった。町の人口を手足の指で数えられるなら、これは大盛況でしょう。お前の声見失ってきた。クリスティはロケットのように勢いよく車から飛び出していった。あの子の動力源はジェット燃料か。ねえ、私がブラウニー売ってもいいでしょ。わかったわかった。まずは売り場を用意しないとね。ママに会いたい。はい、ママは今他の人たちの売り場を手伝っているよ。ママを探してパパが来たって伝えてくれるかい。あ、じゃあこクリスティ一家だけの焼き菓子販売会ではないんだ。他のとこに行ってるってことは。クリスティは走り去った。ジョセフは心配していないようだ。いつもあんなに足が速いのか。そこ？いや、そこか。そこが大事か。そうなんですよ。捕まえられるかは五分五分といったところですね。僕の膝ももう若くはないので。アマンダが同じくらいの年の頃、どんな風だったか思い出したよ。5秒たりともじっとしていなかったな。そうでしょうね。あの年頃の子供は本当に手間がかかりますよ。クリスティがいない間に、ジョセフと私はテーブルに焼き菓子を並べ、後ろに並んで座った。それで売り物は食べてもいいのかな。僕の見てないところで起きたことについては何も言えません。神は密告者に対してお怒りになるでしょう。神がお怒り？なんかメール来たよ。なんかメール来たよ。メール来た。今明らかに通知音しなかった。ジョセフは肩をすくめてブラウニーにかじりついた。他の売り場ではすでに手作りの小物やお菓子が売れているようだ。あ、売れてないんだ。お、ソフトクリームマシンを持ち込んだやつがいる。マシンを指さしてジョセフに尋ねる。強敵が現れたぞ。どうする？いいですか。僕はこれまで何度も焼き菓子セールに出ているんです。あの程度なら大した敵ではありませんよ。うん。ただの焼き菓子セールですから気楽に行きましょう。うん。ブラウニーを買ってもらえるように協力して説得しましょう。自信のほどは。社会不安障害。もちろんあるさ。来た。
これはやっぱ自信あふれた人がやっぱね、人は惹かれていくもんですよ。やっぱり誰であろうと、このジョセフだけじゃないよ。でも中にはいそうだけどな、中にはひねくれた選択肢をしたら好感上がるやつも いる気もする。このメンバーの中にもね、焼き菓子があればきっと人は来ますよ。うん、おあいつじゃん。でこんな狭いコミュニティでお前ら繰り広げんの物語。いや、こんにちは。マット、カーメンシタも来てくれて嬉しいよ。事前事業には協力しないとね。それに焼き菓子が自慢のコーヒースプーンのオーナーとしてはライバル店を知っておきたいし。ジョセフが身を寄せ支えた。マットは手強いですよ、気をつけて。あ、売るのこれ俺たちで。それでこのブラウニーはどのレシピを見て作ったんだい？レシピだと言うな、箱に書いてあるレシピだと言うんじゃないぞ。あれは俺が子供の時だったな。おばあちゃんがいてくれたブラウニーの味を一つ思い出して作ったんだ。君に教えてやろう。ブラウニーは伝統的な焼き菓子だが、その伝統を作ったのは何を隠そう、そのおばあちゃんだ。昔はおばあちゃんの特製ブラウニーを求めて国中から応募する。そこまで言わなくて、盛りすぎ盛りすぎ。私がその知識と技術を全て受け継いだんだ。そりゃすごい。支えた。すいません。キリストの教えでは嘘をつくのは厳禁ですよ。いやもう、そっか、キリスト軸か。OK、じゃあ2つ買うよ。やっぱり3つください。売上記録をつける。じゃあこれはあれかな、これからまたいろんな人が来るのかな。そんなに難しいこと。嘘ついたんだぞ俺、大丈夫か。嘘ついて言った焼き菓子だけど許してくれんの。なんだかワクワクしてきた。いいね、悟空に近づけていってる。悟空頑張れ。お次は誰かな。ジョセフの顔見知りらしい何組かの客にブラウニーを売り続ける。そうこうしてるうちに知った顔を見つけた。よう悟空。ブライアンか。仕方ない。うん、とても甘くて美味しいですよ。もちろん買わせてもらうぜ。ブラウニーなら10個は食えそうだ。こらえろ、対抗するんじゃない。やば、対抗せず行ってみようか。星だけ買わせてやる。でもこれどうする、これ。キリストは、あ、でもこれ一緒だもんな、別に。まあ、星だけ、そうだよな。余分に買わせないっていうのは大事かもしれない。やっぱ欲を出さないっていうのがやっぱ宗教の教え。つまり10個だな。2個にしておくよ。俺に1個とデイジーに1個だ。すぐに用意します。デイジー、今夜の映画祭が楽しみだね。はい、今日は何の映画ですか。それは来てからの楽しみにとっておこう。ワイルドスピードです。いいのか、教会なのに。よく考えたら宗教的な示唆に富んだ映画だと思うんです。ジョセフは小さな紙袋をデイジーに手渡す。とっておきの端っこの部分を入れておきましたよ。ブラウニーで一番うまい部分だよな。ありがとうよジョセフ。これどうする、これ俺、これプラマイゼロか。ほとんど売れましたね。この調子なら教会の椅子を塗り直す費用はすぐにたまりそうですよ。椅子がどうかしたのか。アーネストが自分のラップグループ名をスプレーで落書きしたんです。ヤングアナーキストスタインベックというらしいですよ。私ならワコードと海にするが悪くないセンスだ。牧師という立場から言わせてもらえば、アーネストは難しい子です。アーネスト。父親という立場から言わせてもらえばクソガキですよ。若者のための牧師は大忙しのようだな。でもやりがいはありますよ。しかしそれでも時々願わずにいられないんです、すいません、今のは聞かなかったことにしてください。どうして、バカげていると思われるかもしれませんが、仕事持ち、泣きた来た来た、急に来た。仕事持ち父親という責任も何もかも投げ出して南国のビーチに行きたいと思うことは僕はあります。果汁たっぷりの飲み物を片手にハンモックで昼寝をして、ジミー・バフェットのあの歌のように。ジョセフ、それなら私だって毎日願ってるさ。私の夢はいつか丸刈りタビルに住むことだよ。いつかきっと日々の喧騒や時の流れを忘れのんびりと過ごしましょう。
あ、貢献スケルタ、売り上げは上々だ。あ、クレイ来た。クレイグ。健康マニアですから甘いブラウニーを売るのは難しいでしょうね。糖分の誘惑に耐えられるのか自分は。あ、なるほど、ね。でも嘘はついちゃいけないんだもんな。じゃあここめちゃくちゃ健康にいいよとか言っちゃダメなんだよな。オッケー。あ、なんかいっぱいいる、いっぱいいる。あ、双子って言ってたの、そういえば。ブリアーとヘイゼル。なんでお前名前知ってんの。まあそっか、年齢的にそうだもん。こっちの上だから、こっちは面識があんのか。私たちの売り場に駆け寄ってきた。二人はアイスクリームを食べ終わりかけている。これではブラウニーを買わせるのは難しいかもしれない。赤ん坊のリバーに売るのは無理だろう。圧倒的ポーカーフェイスで手強すぎる。つまりターゲットはクレイグただ一人。ああ、よう、二人さん。女性の王子さん、こんにちは。アマンダのお父さん、こんにちは。いらっしゃい。手作りブラウニーはいかがですか。とっても美味しいですよ。うん、どうすっかな。ダイエットという言葉を見ろ。我慢しすぎるとダダダイするぞ。あの頃を思い出すな。クレイグを引き継ぎ。なんか全然並んでないけどな、これ。全然その行動として並んでないけどな。過去編、現在編、これジョークでしょ。あ、でも、大って良くないんじゃないの。死っていうのはさ、これどうなんだろう。キリスト的にはいいことなのかな。死をプラスに捉えるのか、マイナスに捉えるのかって、これ結構変わってくるよな。プラスの可能性もあるもんな、別に。そのキリスト的に。なんかこう、死は、なんか新たな、生の始まりだみたいな。まあでも、意外とやっぱさ、昔話とか好きだったからこっちで行くか、無難に。なあ、クレイ君、私たちが新入生の年に、隣室だっけ、隣室のやつが洗濯洗剤と食器用洗剤をこっそり交換したせいで、洗濯機が泡だらけになって爆発した事件を覚えてるか。その仕返しにホットソース入りのブラウニーを焼いて食わせてやったら、あいつ涙を流したよな。うん。あれはちょっとやりすぎたが、洗濯室を片付けてやったのは俺たちだしな。このブラウニーはあの時と全く同じ。いや、それはダメだって。それはダメだ。あ、ホットソース抜きか。つまり一口かじればあの頃の思い出が蘇る。お、少し回ってる。まあこの頃はね、もう試合で勝ったことだし、みんなに一個ずつもらうよ。リバーにも。リバーの分は俺が食べる。お、もう爆裂に上がったじゃん。ブラウニーは売り切れた。周りの者たちは片付け始めている。いつの間にかクリスティが戻ってきて、ジョセフの折りたたみ椅子で眠り込んだ。誰？ブラウニーミックスで作ったの。なんだお前かい。はてなにするな。まあした方がいいか。ワクワクするもんな。うん。いや、お疲れ様。ブラウニーだけど飛ぶように売れてるよ。ブラウニーだから本当は飛ばないけどね。あら、かわいい。でもありきたりでつまらない。いや、メアリー。ああ。シエリさんがどうしてここに。ゴクンさんを教団の人たちに紹介しようと思ってね。ああ。この見せ物どう思う？え？あ？信仰心の なんだこれ。わかんない。読めないといけないやつなのに、人って変なのしかいないのよね。へい。ゴクンもそう。あ、ジョセフに対して言ってんの？メアリー、なんてこと？カモン。この坊やに聞いてるの？その。え？いや、これはちょっと荒領事すぎるな。これもさ、まあ、これもどうなのこれ。まあ変わってるね。でもみんな面白い人だと思うよってこう切り返してくれるかな。これが無難だよな。でも絶対どう考えても、ジョセフのことを考えたら。ねえ。まあ、こいつの意図としてはだから、信仰心の強いみたいな話してたから、だから、ね、この宗教地味なやつらはなんか変よねみたいな話でしょ。でもこの「まあ変わってるね」って言い方的になんかこういい切り返しそうでもあるけどな。まあ無難に行くか。どうしよう。お前嘘だと思うなよ絶対。あ、何と言えばいいのか。皆さん教会を助けたいという強い意志をお持ちだ。それは素晴らしいことでは。うん。あ、
でやり、このことについて後で話し合おう。あら、新しいお友達の前で話す、私と話すのは恥ずかしいのかしら。光を押さえようとしてる。うん。後で話そう。いいね。いいわ、ハニー。お金を出して。へっ。もうあんたから金をむしり取ろうだなんて思ってないわ。私はこの団体の会計担当なの。あ、そういうことね。売上を君は出した。それの額になってる。あ、確かに受け取ったわよ。次はあなたの財布よ。なんだって。へい。え、財布交換さいって言ってるの。教会が勝手に治るとでも思ってんの、うん、なあ、メアリー。私たちは幸せな振りごっこを続けなきゃ。目を支えた。ジョセフは幸せな振りをするのが上手なの。なんで女だ。その妻が本当に失礼しました。いや、これどうしよっかな。ここがまあ割と無難だけど、こう返せることでこう一気に明るくする存在であると、やっぱ私を評価してくれるんじゃないか、ジョセフは。まあこれはバッドだと思うんだよ。やっぱりちょっとやっぱ体裁であっても、やっぱ奥さんをやっぱ守ろうとする意思は見せてるから大好きですよっていうのは、こうあんまり否定的に入るのはまだ時期としては早い。で、大丈夫なのかが、まあこれは無難だよな。まあ、ここはでも、切り返しとして抜群。よ、明るいやつしかできないこの切り返し、行ってみよう。ブラウニーが解決してくれるさ。うん。ブタウニー、ブタウニーになってるよ。ブタウニーを手に取り、二つに分けた。いいね。いい、ベスト。ベストな返し、言葉だけじゃなくて行動でも出す。ちょっとすいません、立つ。これでどうかな。OK。少し気分が良くなりましたよ。そろそろ片付けましょう。車に運び込んだ。クリスティア・ジョセフがシートベルトをかけてやるなり眠ってしまった。はい。あ、一日が終わるかな。家の前で下ろしてやった。小さなあくびが出る。うん。あなたもお疲れのようですね。眠いだけだよ。体内の糖分を全部使い切ってしまったらしい。うん。うん。今、キモ。なんだ今の歯。じゃあこれ以上引き止めないでおきます。今日は手伝ってくれてありがとうございます。楽しかったよ。ブラウニーを食べるのもね。うん。え、次はもっと働かせずに済む企画を考えておきますよ。それとメアリーのことは心から謝ります。あなたにあんなところをお見せすることになるなんて。気にしちゃいけないよ。本当だ。ああ。そう言っていただけるのは嬉しいのですが、初めて出かけたところで家庭の問題を見せてしまうなんて、謝っても謝りきれませんよ。はい。今度埋め合わせをさせてください。丸刈り旅るほどではありませんが、どこか楽しいところに出かけましょう。約束ですよ。あ、いいね。いい関係じゃない？楽しみしてるよ。ええ、おっと、そうだ。最後にもう一つ。あ、窓から車の中に投げるな。食べ物を投げるな、てめえ、おい。バチ当たるぞ、お前。ふざけんな。もう大嫌いだった、お前のこと。まあまあ。なんとか受け止めた。最後のブラウニーです。今日のお礼に。ジョセフ、私とブラウニーを置いていかないでくれ。ダメです。もう遅い。僕は家に向かってまーす。待って。では、さよなら。私に手を振り家に入っていった。二人きりだな、ブラウニー君。いや、別に俺どっちかの、これ別に誰も見てないからな。なんだこれ。でもなんか入ってる可能性もあるぞ。もしかしたら。いや、なんか腐らせたとか言ったらちょっとあれだな。楽しみに撮っておくっつって。ごめん、腐ってしまったんだ。おお、そんな、みたいな。マイナスで始まるかもしんないからな。え、でもお酒入ってるかもしんないからな。これ飲酒運ってなっちゃうんじゃない？これお酒。どっちでも、あ、見てるかもしんないな。食べるか。いけないと思ってた。私ブラウニーを食べた。え？わ、なんか別にあれだな。アマンダがソファに座って体のマッサージ中だった。ああ、おかえりパパ隊員。ただいま。法的義務によって養育せざるを得ない子よ。課題はどうだ？うん。すっごく楽しくってためになる。え、本当か？何年私のパパをやってんの？わかってるよ。うん。焼き菓子は売れた？
大盛況だったよ。ブラウニーのセールスマンになっていたら今頃は大金持ちだったろうな。そう、よかった。うん、それで、それでなんだ。うん、ああ、アマンダのためか。それ読めてなかったな。売れ残ったブラウニーを持ってきた、もらってきたとか、くすねてきたとか。すまん、一つもないんだ。走る、いや、恥なのか、ブラウニー食べ過ぎで胃もたれしてる。ああ、いいよ、気にしないで。オレンジ牛のサメ漁師を見ない。あ、そこの、そこか。くす。でも隠れて見てたかもしんないもん、ジョセフが食べてくれてるかなって。うん。それ、それ読んじゃった。あれは最高の展開だったな。切り、よくなるかな。何これ、ポイント高、バッドポイ、ポイント高。お、I've never had that much fun in my life。 なんか言ってる。That was awesome。 なんか言ってる。めちゃくちゃ英語で言うな、わかんねえ。あ、メアリー、あれか、このな、何が、何が、な、何この基準は。天気に対する怒り、天気に対、天気脅しも、何これ、何この項目。どうなれば評価が高いのかわかんねえし、ポイント高すぎる。何これ、ダッドポイント494,019、ダディポイント247,202、トータル、え、なんでトータルで9800万いってんの。わけわかんねえ。9876万5430。よし、これとりあえず一旦終わろうか今日は。はい、てなわけで一旦終わるか。じゃあ、あざした。